ロードアートオンエア。さあ始まりました、ソードアートオンエア。オフィシャルサポーターの私は須田北岸でございまして、そして僕と一緒に番組を進行してくれるパーソナリティは桐人役の松岡芳嗣です。アスナ役の戸松遥です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあこの番組はどんな番組なのかを、はい、はい、豚声を使って、豚声、よ豚声って何ですか、豚声みたいなのを玉に入れながらみたいなのを入れながら、テレビのアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしていくことはもちろん、この番組にアクセスしてくれたリスナーさんと一緒に、ソードアートオンラインの世界を旅していく、情報バラエティ番組です。主役だろ。なんでやれって言ったんじゃないですか。なんでもやってくれるね。え、なんて言ってるかよく分かんなかったから、アスナもう一回豚声でやってんの。え、テレビアニメソードアートオンラインの最新情報お届けしていくことはもちろん、怒られる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 。なんか、はい、夏、なんか夏らしいことを松岡君やったらしいじゃない。やりましたよ。何？バーベキュー。足踏まないでください。今地味に足を、今地味に足を踏んでるんですけど、僕バーベキューしに行きます。おいおいおい、何？ちょっとこの番組でもね、はい、バーベキューしたいって言ったよね。うん、いましたよね。にもかかわらず、なんで？しちゃったんだから、仕方がない。スタッフの皆さんと一緒になんか今日はオフレコなんで。オフレコで、オフレコなんで。オフレコでバーベキューって何？取っちゃいけない動物とか焼くの？いや、わかんないです。なんかいやそんな希少な価値のある動物は焼いてないと思うんですよ。で、なんでそんなオフレコでバーベキューなのかね。ただ痛い目に遭ってきましたよ。え、なになに、どうした？なんか、そこを飲み放題で、食べ放題って聞いてたんですよ。でも、で、バーベキューの一皿のプレートが8人でいたんですけど、一皿32,000円。何つってんの？1皿3万2000円。8人で行ったの？8人で行って、1皿3万2000円なんですよ。まあ1人4000円ぐらいっていう計算になるんですけど、で、それで、なんか食べ放題って聞いたんで、もう1皿続きかして頼んだら、それが上乗せして、会計がもう大変なことになるっていう。食べ放題は何が食べ放題だったの？わかんないんですよ、それが。野菜？野菜？枝豆みたいな感じだったんですけど、あ、これ食べ放題じゃなかったんだって思って、もう会計が8万超えする。何それ？それ割り勘で。割り勘で。そうか。だってそんなつもりじゃなかったわけでしょ？ですよ、本当に。その半分以下で、全なんか、一緒に飲んで食べれて。そうだよね。で、これで4000円ぐらいだったら、安いよね、っていう気持ちだったのが、これで1万円は、だって、そうかもしれないのってなるよね。それは我々を連れて行かなかったからだよ。そうだ。罰だ、罰だ、罰だ。ねえ、罰が当たったんだよね。言ってたのに。そうだよ。今度は連れてね。そうです、本当に。うん。これ、皆さんで。松岡会だからね。はい。ね。ね。松岡会。松岡会。これ、俺らパジャマで行くから。そうですよ。パジャマで、パジャマで。だから、みんなパジャマで行くから。君の部屋でバーベキューをバンバン。火をバンバン食えるからさ。あ、まだそう。煙たい、煙たい、煙たいよ。煙たいよ。煙たいよ。はい、こんな感じで最後まで皆さんよろしくお付き合いください。はい。ソードアートオンエアは、響きラジオステーション、SAO プロジェクトがお送りします。ソードアートオンエア、改めまして、ソードアートオンラインのオフィシャルサポーター、鷲田北岸でーす。聞いてゆく、松岡芳嗣です。アスナ役、戸松遥香です。いいのね。戸松さんやらない方がいいと思うんです、僕。ちょっと、戸松さんはやんな。まあでも、前の二人がやったのに自分だけやんないと、悔しくなっちゃうよね。悔しいです。乗っかっていきたいっすよ。ここなんですか？俺多分今までずーっとじゃあデビューから追ってる戸松遥香ファンは、この、って声聞いたことないと思うんだよね。なんかでやってる？あの花でやってる？あの花ではやってない。やってないの？いや、あの花以外でもやってないでしょうよ。そうですね。あ、確か豚はないかもしれない。豚は？豚はないかもしれない。豚はないよね。松岡君多分初だよね。初ですね。この声を乗せたのはね。振られてからの、っていうのは出なかったですけど、今。そうだね。このラジオで新境地を開いてしまった。はい。ね。開いていきましょうよ。はい。さあ、そうだ、前回なんか攻め継ぐ攻めるって言ってたけど、攻め継ぐ一個も攻めてないから、今日ちょっと攻めてね。え？今日は何気分なの？いや、今日っすか？今日そんな攻め継ぐじゃない。今日はそんな攻め継ぐじゃない。普通の松岡で行こうかなって。前回は何荒れてたの？いやいやいや。目にも見せたよ。いや。松岡くんは、その松岡くんの方で、私たち僕たちはいいんじゃないかなって。あんまり攻めに入るような
松岡君じゃなくてもいいんじゃないかなと、じゃあ今日はつぐつぐなんだ、普通は今日はつぐつぐですね、じゃあ他は我々が攻め崎たけしと、そうですね、攻め松はるかでバンバン攻めていきましょうねと思いますけれどもね、6話、はい、6話がオンエアされまして、テレビの方では、はい、ちょうど県内事件のあの後半戦、ああそうだ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 、事件解決パートですね、そうだ、前寝てた寝てた、え、寝てた寝てた、寝てるやつやんな、ああそうそうですそうです、ゴアで、そうゴアで、ぐーぐー寝てましたね、ぐーぐー寝てました、その、続きということは、はい、解決されるのか、そうですね、一応事件は、はい、いろんな事件が進んでいる、その後でございます、はい、さあ、リスナーさんのお便りなんかを紹介したいと思いますよ、サンドイッチさん、第8回のソードアートオンエア聞きました、アクセルワールドのキャストが加わったことでいつもと一味違ったラジオを聞かせてもらいました、うん、盛り上がりがすごく、聞いているこちらもすごく楽しかったです、今後とも素晴らしいラジオになることを期待しています、頑張ってください、 PS イエローゲージ突入の松岡君が面白くて思わず電車の中で笑ってしまいました、あの高録がね、あの高録の時の模様が、こちらもシャープネイルさん、僕はオフラインミーティングに行けなかったので松岡さんが言った真似すんなよが誰に向けて言った言葉なのか分かりません、気になるので教えてほしいですという、はい、こちらどちらも高録の感想なんでございますけれども、はい、まあしっちゃかめっちゃかな、すごかったです、ね、本当にやらかしすぎて僕はもう頭下げるしかないっていう、はい、いや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 、面白かった、いやそれはそれは、うん、ただ松岡くんがもう存分に発揮された、そうだね、うん、ただ松岡くんの魅力音声メディアだけでは表現しきれない、うん、 あれはもう松岡くんの動きと相まってなんかこう面白いところもありましたもんね、そう、真似すんなよってね、真似すんなよって言ってましたけど、あれなんすか、誰かになんか真似されたの、真似してたんですよ、真似されたの、誰に、あの時やっぱり僕前も言ったけど、あの、うん、手を、こう、振れば振るほど、身振りエンジンが発動して、身振りエンジンって初めて聞いた。何それは身振りエンジン。身振りエンジンって、こう、手の動きを速くすればするほど、こう、喋れるっていう。そう、喋るとき、いつもね、手の前でこう、優雅に手をね、もう日本舞踊やってらっしゃったから。ねもうほんと綺麗、指先が。ね、だからその原動力あるじゃないですか。はいはいはい。それを、高録の時でも、こう、プル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 やってたんですよ。プルプルやってらっしゃったんだ。そしたら、トマツさんとか、そしたらトマツさんとか、橋崎さんが、両隣で、同じ動きをし始める。うん。だって俺たちも同じエナジーを感じたいもんね。うん、そうですよね。そうだよ。はい。プル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 やってたら、もう、うん、もう僕 自身がそれに耐えられなくなってしまって、牧崎さんの方に向かって、真似すんなよっていう。でもね、でも僕がもう横でこう手を動かしてたから、気が散るとか気になるってことね。はい。もう両隣で。こっちのセリフやん。もう両隣でプル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 やられてるともう、気が散ってしょうがないっていう。こっちだって中央でプル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 されてるんだからね。ね真ん中で。そうだよ。そう、真ん中で。条件は同じだよ。真ん中でプル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 やってたんで。はい。ねえ。いやね、あんな綺麗には僕らね、ちょっと動かせませんけど、そうですね。はい。はい、だって。ね、一言のように。ねえ、もったいない。まあ、みんながやってましたからね。僕らだけじゃなくて、全員やったからね。そうですよ。そうですよ。みんなさんやられていて。そうですよ。だから大先輩とかにも、真似すんなよ真似すんなよって言ってるわけです。タメ口で。さあ、もうそんなこと言われたら僕ちょっとこういうのにするんじゃないですか。なんでなんでなんで公人なんとかなんとか、公人なんとかなんとかって言いましたけど。いや、そんなこと言われたらちょっと怖いじゃないですか。そうね。まあ、後でちょっと僕も。まあでも、それもまあ、つぐつぐの。いいところ、いいところなんですよ。ね、ありますから。ねえ。この二人、本当にお優しくて。僕はもうどうすればいいんだろうって毎回思うんですよ。どうしたどうした今のポーズ。ポーズが。非常に可愛らしくて。あ、もう、これ全部見したい。本当に。松岡くんポーズを全部見したい。松岡くんだけなんか映像にしたいですよね。松岡くんだけ映像にするの難しい。どういうことですか。なんか俺ら二人権利が取れなかったみたいだけど、まるで。でも松岡くんはぜひ映像でね。映像にしたい。楽しんでいただきたいですよね。さあ、じゃあもう一個行きましょうかね。おっと、これはしょうもないですよ。睡魔に勝てない人。ソードアートオンラインオンエアいつも見たり聞いたりしていますよ、うん、しかしどちらも夜中に放送されるので私は睡魔と戦いながらソードアートオンラインオンエア見たり聞いたりしていますお前文章力よそして皆さん質問です。皆さんは眠い時どういう風に眠気を覚ましますか。教えてください。こっちが知りたいくらいです、ね、そうですよね、うん、僕ねあれなの、軽い、不眠の毛があってこれもうほんとちっちゃい時から何の理由もなく、眠いんやけど、寝れへん。うん、
ずっと目つぶってても寝れへんっていうのがたまにあって、うん、僕の仕事ってみんなとかで喋る仕事なんで、喋、うん、ってるとある程度テンションが上がるんで、まあそうですよね。なんとかなるんだよね。じゃあ特に何か、うん、なんかこうカフェイン取るとか、まあ一応取るよ。一応なんとなく、一応なんとなく取ってみたりとか、一応コーヒー飲んでみたりとかしますけれども、うん、あんまりねそういうの効かない体っぽい。そうなんですね。なんか聞く聞かないいろんな人いるけども、はあ、逆です。あ、え、すごい聞くタイプなんですよ。あ、へー、なので、うん、眠いなーって言うだけだとは私もうダメなので、うん、眠いからコーヒー飲もうかなーって、うん、え、コーヒーで聞く？コーヒーで聞きます。すごいね。その代わりすごいブラックとかで飲みますけど、うん、あのちょっと濃いのがいいなーみたいなの飲んだりとか、うんうん、素直な体だね。あのすごい目が覚めますよっていうあの栄養的なやつを飲むと、うん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 、スキャッとこう、スキャッて。スキャット、スカットではないのね。そう、スキャット、スキャット、スキャットしますよ。スカットウーマンジョンになるわけだ。そうなんですよ。ウーマンジョンになって。なるほどね。目が覚めますね。すぐ次は、うん、僕はカフェインがあんま効かない体質なんで。ああね、いるんだよね。だから他のことでどうにかしようって思ったら、うん、ビンタ、ビンタは落ち着くときに僕は言う、打つんで。ごめん、分かってあげられへん、それが。アフレコでしょっちゅうやってます。はい、ほんまに。落ち着けって言いながら。ほんまに。水戸泉みたいやね。はい、でも、なんか僕、眠気覚ますのでしたら、うん、スプレーあるじゃないですか。なんか冷却スプレーみたいな。ほんほんほん、冷却スプレーみたいの、首の裏とかによくやりますね。あ、まあ、冷たーいっていうことで、火を覚ませんねや。脳幹を冷やすみたいなことをやってます。へー。そうすると、意識的にはすごい、シャッキリするんですよ。うんうんうん、うん、はい。で、結構、冷たさも持続するんで、うんうんうん、頭の後ろ冷やすとかよくやってます、ね。しゃあないんだってね、俺らね。眠たい時間に仕事することもありますもの。はい。一回、ものすごい眠たい状態でやってみる、全員で。あー。ちょっとやってみますか。すごい深夜に撮りません？夜中の1時2時ぐらいのテンションでラジオっていうの、うんうんうん、まあ、しょうもない回かもしれませんけど。はい。はい。というわけで、番組ではリスナーのあなたからのメールを大募集。ソードアートオンラインに関することはもちろん、私たちへの質問などどんな内容でも OK です。メールを送って私たちとパーティーを組みましょう。はい、それではですね、ここで一曲お聴きいただきましょう。テレビアニメソードアートオンラインのオープニングテーマ、リサさんでクロッシングフィールド。ソードアートオンエア SON ソードアートオンラインニュース、キャスターの戸松遥です。ここでソードアートオンライン関連の最新トピックスをご紹介しましょう。今日お届けするトピックスはこちら、グッドスマイル&カラオケの鉄人カフェにてソードアートオンラインの期間限定テーマカフェを開催。来週8月21日の火曜日からは、グッドスマイル&カラオケの鉄人カフェにてソードアートオンラインの期間限定テーマカフェを開催。一足早くアクセルワールドのカフェはスタートしておりましたが、ついに来週ソードアートオンラインもスタート。開催期間は8月21日火曜日から9月30日日曜日まで。店内カフェスペースではスペシャルメニューと各キャラクター専用テーブルシート席などを用意。お店でしかお目にかかれない展示品なども。グッドスマイル&カラオケの鉄人カフェでどっぷり作品の世界にリンクしちゃってください。
素晴らしい。何やってるんですか。私がそうソードアートオンラインニュースを読んでいる間に二人は何をイチャイチャしているんですか。手を握り合ってね。そう、握り合ってキャーやったー、オープンよーって言って二人で喜びをかみしめ合ってたんだけど、声は出しちゃいけないかなと思って喋るわけにはいかないんで、ねブン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 振り回してそうそうそう、手を握り合ってね、本当に頭振ってましたね。頭振ってました。気が散ってしょうがなかった。これなんかそんなにはっきりと苦情言われると思う。これは俺は失礼しました。失礼しました。何スペシャルメニューとかあるんでしょ。そうですね。なんかキャラクター専用テーブルシート席っていうのが結構気になったりもね。なんそれどういうこと。各キャラクター専用テーブルシート席ってどういうこと。アスナ席とかがあるってことですかね。これそういうことかな。キルト席とかね。そう見たいですよね。スペシャルメニューとかも知りたいね。どんなのがあると思います。どんなのがあると思います。どんなのがあると思います。そうだな。でもやっぱソードの世界観にそうあったキャラクターの色とかであったりとか、そのフードの内容であったりとか多分すると思うんですよね。例えば例えば、うん、例えば例えばキリトって結構巷でブラッキー先生とかってよく言われてるんですけど、やっぱキリトイコール黒っていうイメージがあるんで、なんだろう、なんだろう、黒い、丸っこげの、丸っこげの、丸っこげのね、ケーキ、ケーキとか、出すなよ。飲み物とかだったらありそうですけど、あ、黒いのね、丸っこげって何？丸っこげ。逆にアスナとかだったら、まあね、なんか彼女が作った料理を模したものとか、私個人的に、2話で出てきたクリーム出ないかなと。あれなんか乗ってたやつね。そう。あれ、なんか食べてみたい。でもあれ、要は、バターっぽい。そう、バターっぽい、なんか、なんていうんですか、牛から取った。そうですね。逆襲の目牛っていうクエストから。そうだよね。逆襲のクエストから取った。多分濃厚なんだろうな、みたいな、こう。ねえ。何があるのかお楽しみ。お楽しみですね。はい。以上、SON ソードアートオンラインニュースでした。ソードアートオンエア。続いてのコーナーはこちら。イエローゲージ突入。はい、日常の中で HP が減少してしまったエピソードを報告してもらうコーナーでございます。イエローゲージに突入してしまったリスナーのダメージを回復するためにキリトとアスナが優しい言葉で癒してくれるっていうコーナーですからね、皆さんね。はい、覚えてますよね、フォーマットね。覚えてますちゃんと癒してくださいね。はい、癒しますよ。じゃあこれ読んでいただきましょうか。はい、お願いします。ハンドル名ソースとあとオムライスさんからいただきました。ありがとうございます。よく調味料のが先についちゃった。はい、ソースとあとオムライスください。はい、オムライスですね。いきます。僕は7月いっぱい期末テストがあったんですけど、普段あまりやってなかったので、いわゆる一夜漬けでいくつかのテストを乗り切ろうとしたんですが、朝方眠くなってふと横になったら11時まで寝ちゃいました。ちなみにテスト開始は9時です。そうだよね。もう完全に遅刻ですよ。遅刻というか間に合ってないですよね。間に合ってないです。多分ね。ああ、そう。なるほど。試験勉強。まあ、一夜漬けで試験勉強みたいな。もうおじさん遠い過去すぎてよく覚えてないの？学校のこととか。しかもなんですけど、これ多分20歳から29歳ってことは大学生なんですよ。うわ、大事だよ。大学でもう、ボイコットだもんね。ええ、ですよ、もう。そうだよね。うわ、これは。あ、はい。あ、そう、去年まで大学生でした。あ、もう学生じゃない。もう社会人です。もう社会人。社会人です。社会人です。とっくに社会人だけど。とっくに社会人なんですけど。でもほら、去年まで一応ね、大学に行っていた身としては、すごいわかります。すごいわかる。これほんと大事なんですよ。一回のこのテストで、この単位を落とすっていうことが、どれだけ後に響いていくか。そうだよね。取れるうちに取った方がいいんですよ。単位っていうものは。コット出てないだけであと1年行かなきゃいけないとかあるわけだもん、本当に。本当に。だからもうその、人によるやるけりですけど、その勉強の仕方は。もうそれこそ、最初の方はすごいガーってやって、後で楽する人もいれば、なんか最初の方にすごい遊んで、後に3年4年ぐらいになって、あ、もう、全部、もうないとみたいな人、いるわけですよ。なんか今、動物
そうだね。今なんか動物が入ってきたんだけども。ね, ねえ、今日だってジャングル収録だからね。そうですね。ねうん、見知らぬ声とか、見知らぬ動物の声、見知らぬ動物の声、いっぱい入ってきちゃうけども。気をつけて、色とりどりな、カラフルな蛇とか気をつけてね。カラフルな蛇。ああ、怖い怖い怖い。いや、これ本当にね、うん、わかります気持ちは。そうか、まさかくんは、いや、僕は高校卒業して、うん、すぐこっち来てしまった人間なので、大学で。大学のはね、あれだけど、俺、もう覚えてへんねん。勉強なんかしたっけって。なんか、一夜漬けすらももうしてへんかったような。諦めをしてたよ。もう良いもう良いもう良いのだ今、牧崎さん両手広げて、もう良いって宣言しましたけど。ような気がすんな、なんか。いや、まあ、大学で私も一夜漬けした記憶ないですね。ねえ、なんなんやろね。忘れてんのか、うん、ほんまにしてへんのか。だから受験勉強もあんま覚えてへんもん。したっけって感じ。ああ、受験の、ね。どういった方向の大学に行ったかっていうのもちょっと気になるところですよ。そうですね。ああ、そうよね。俺は4つ受けて1個だけ受かったからそこに行きましたよ。大学なるほど。よう分かれへんままでしたね。うーん。あ、違う違う。これ慰めてもらった。そう、慰めないと。誰がどう慰める？俺はパスそうだなぁ、じゃあ。うん、あちょっと。出すなぁ。いや、でもこれは、11時まで寝ちゃってね、うん、そう、9時。まあ、2時間分。うん。無駄にしてしまったけれども。うん。ってことは多分、私の予想でいくと2科目だと思うんですよ。うん、落としたとしても。うん、大丈夫お大丈夫な、お根拠は根拠は。後に、うん、ちゃんと巻き返せるし、うん、あとは、授業にもよりますけれども、うん、先生と仲良くなって。うん、先生と具体的なやつを。仲良くなって。なって。ね。なんかこう、試験前に、こう、いろいろ聞いて、うん、ね、真面目にやっていけば、うん、絶対卒業できます。2科目ぐらいは全然、2科目ぐらいなら全然大丈夫です、ね、っていうことでございますよね。ね、1週間とか休んでるわけじゃないから。そうね、大丈夫です。あとゆっくり寝れた。そうたっぷりゆっくり寝たから体にとってはいい。そうできましたそうだね、大丈夫です。よかったよかった。そうそう、あとオムライスさん、そうそう、はい、あとオムライスさん、はい、こんなもんでいいですかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですか ね、じゃあこちら読んでいただきましょうかね。今度ははい、ハンドルネームキャットマンさんからいただきました、ね。僕のイエローゲージ突入したことは、うん、高所恐怖症なのに親に無理やりバンジージャンプ、ジェットコースター、スカイダイビングなどを1時間でやらされたことです。なんで？多分20くらい人生の HP が減ったと思います。なんで？なんで？特殊な特殊な、うん、なんなんでしょうね。でも1時間でってこと、これ一気にやったってことですよね。そうよね。完全にスタントマンの家系みたいな感じ。なんで親に親にそんなことされたこと一回もない。どういう、もうちょっと書いてほしいよね。そうですね。うん、1時間でこれだけやらせられるっていうのは、うん、はあ、しかも高所恐怖症なのに、うん、これ多分20くらい人生の HP がいたって、多分これあれですよね。年齢的なものですよね。20歳ぐらい寿命を消費したみたいな。そこまでいきますかね。そこまでいきますかね。ちょっと僕は、何を言うてんのかこの子分からへんけど、まあでも、呼んでもだから、一応、慰めてあげてもらえますかね。はい。そうですね。うん、じゃあ僕いきますよ。うん、キャットマンさん。いい声だな。くどいですか。キャットマンさん。キャットマンさん。僕の。あなたが、その1時間のうちの、1時間のうちに体験したこの3つのことっていうのは、本当にあなたが経験する以上の、ちょっと周り、ちょ、周り。なんだろう。こっちは雰囲気をね。おい、真剣に言ってんの。キャットマンさんもポーってなってるよ、今。いや、だからね、キャットマンさん、あなたがこの1時間で経験したバンジージャンプ、ジェットコースター、スカイダイビングっていうのは、あのね、あなたに本当にこれから作用することなんですよ。だって普通の人間はスカイダイビングもバンジージャンプもしないですから。ジェットコースターはすると思うんですけど、でもスカイダイビング、バンジージャンプっていうのは、本当に、することがないので、その経験っていうのは、今後のあなたに、絶対に、作用していくんで。だから、絶対に、損はなかったと、思ってください。キャットマンさん。うっせぇよ真面目やな。最後まで言うてからやもんな。途中で突っ込まれて最後まで一応、慰めてからのうっせぇよでしたもんね。いやー。いやー、面白いな、つくつくは。つくつくは本当に面白い。僕も頑張ってるんで、あなたも頑張ってください。
逆境に逃げずね。はい。ね。ということでございまして、以上、イエローゲージ突入でした。ソードアートオンエア。ここでお知らせです。まずは放送情報です。テレビアニメソードアートオンラインは毎週土曜日東京 MX 他にて放送中。またニコニコ動画バンダイチャンネル、プレイステーションストア、ビデオアンリミテッドでも配信中です。そしてオープニングテーマリサさんのクロッシングフィールドとエンディングテーマ私戸松遥香の夢世界が発売中です。チェックよろしくお願いします。はい、そしてそして現在公式ホームページではソードアートクエストという企画を開催しております。あなたもアバターを登録して随時更新されるクエストに挑戦してください。はい。動物いるな。そしてさらにソードアートオンラインのブルーレイ &DVD 第1巻が10月24日に発売されます。また3話から5話までが収録された第2巻の発売が11月24日に決定いたしました。第1巻について第2巻の特典も満載。キャラクターソングを収録した特典 CD のほか、特典映像には SD キャラたちによるキャラクターコメンタリー映像、川原歴先生黙認、ソードアートオフラインその2などなど、発売や特典などの詳細は公式ホームページでご確認ください。さらにこの番組ソードアートオンエアのラジオ CD ボリューム1が8月29日に発売されることが決定しました。ゲストに幸役の早見沙織さんを迎え、完全取り下ろしの内容になってます。ぜひ聞いてください。はい、以上お知らせでした。お送りしてまいりましたソードアートオンエア、エンディングとなってしまいましたが、いかがでしたか。いや、もう動物園ですね。今日はね、今日動物園だったね。なんか最初からずっとなんか、人ならざる、まだなんか動物が、人ならざる声がいっぱい聞こえてますよね。いや、今日は春豚になりました。春豚になりました。そうだね。そう、絶対あんなことやってないから。って言ってないけど。あれアバターがあるから、ね、そうだよね。バートリンク言ってないからね。言ってませんからね。さあ、ここで公式ホームページにて開催してされているクエストの、クエストクリアコードの発表でございます。まさか君、はい、頼むぜ。いきます。憩いの宴第10夜のクリアコードはなんと全て小文字のアルファベットで、うん、N J V H B P AM K です。はい、こちらを入力してクエストをクリアしちゃってください。はい、なんで耳を閉じてるの最初。いや、ちょっと怖かった。何が怖いの。怖かったんで、あの途中でって入ったらちょっとあの大変なことになっちゃう。もう入れない、ここには入れないよ。大事ですだもん。はい、うん、あとなんか鼻がちょっとなんか変になっちゃった今。ちょっとやりすぎ、豚声やりすぎてなんか、はい、そして番組ではリスナーさんからのメールを大募集しています。はい、各コーナー宛のメールはもちろん、うん、作品の感想や私たちへの質問などメールアドレスは sao@joqr.net です。番組の投稿フォームからも送ることができます。たくさんメールを送信してください。はい、それではお時間が来たようでございます。次回文化放送では8月20日に響きラジオステーションでは8月21日にお会いしましょう。ここまでのお相手は私柴崎武と切り手役松岡義嗣と明日の役戸松遥香でした。バイバーイ。ソードアートオンエアは響きラジオステーション SAO プロジェクトがお送りしました。ここからは響きラジオステーションだけのボーナストラック、アライアートオンライン。さあ、番組スタッフが自らプロレイヤーとなりましてですね、プロレイヤーとなりましてですね、ソードアートオンラインから発信されるプロモーションクエストにガチで挑戦していくコーナーなんですけれども、まあそういうのいいです。早速呼びましょう。響きラジオステーションの新井さん。はい、響きの新井です。今日もよろしくお願いします。前回ぐらいから、はい、まあ
なんていうの、メールをただ読むコーナーになりまして、 リニューアルして、そう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 、よりお客さんに、そう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 、好かれるコーナー、好かれるコーナーにしていく、ね、果たして新井さんがいるのかいらないのかこのコーナーにおいて、いや、引き続き粛々と粛々と続けていきましょうね。今回はですね、番組で紹介できなかった、イエローゲージの方かな、のメールを読んでいきたいと思ってるんですけども、じゃあこれ読んでもらおうかしら、せっかくですからね。はい、はい、じゃあ松岡君から。はい、ではいきます。ハンドル名 P&A さんから。ある日犬が突然逃げ出して、うん、追いかけていったら、うん、近くの怖いおじさんの家に入ってしまって、怖いおじさん、怖かったので待っていても戻ってこない、うん、勇気を出して事情を説明して中に入って、うん、どこにもいなかったので近くを探していたら、うん、いつの間にか家に帰ってきていた、うん、わらわら何それわらわら、何でもない物語やな。よかったよかったで終わってる。よかったよかったで完結しちゃってますよね、これ。だって別にこの子やったことを、ええ、勇気を出して、怖いおじさんに事情を説明しただけだもんね。ええ、そうですね。そこそんなに膨らんでなかったですね。そうね。それ以外に別に、ぼーっとしてるってわけじゃないけどね。落ち着いちゃってますよね。落ち着いちゃったもんね。こういうことってある？ないわ。あった。え、小学校の担任の先生が、うんうん、隣の市に住んでたんですけど、うん、隣の市から、うん、その飼い犬がうちに来たことがあって、で、なんか、あれ？なんか野良犬を見つけたぞって思ってたら、うん、ちょうどその日に、うん、うちの担任の先生が犬が逃げ出しちゃってって話をしてて、うん、特徴はこんなんでこんなんでって言ったのとぴったりで、これ先生の犬じゃない、っていうことがありました、そういえば。なんでそれがとまっちゃん家に行ったんだろう。わかんないんですよ。たまたま迷い込んで、でもすごい距離を歩いてきたんですよ、ワンちゃん。そうだよね。だから、ああ、よかったなと思って。すごい。そんなことも昔。持ってるねー。イエーイ。持ってんのかなじゃあ、慰めなくていいか。だって落ち込んでないもん。いや、何ね。エローゲージ別に入ってないもんね。楽しんでますよね、さらに。ねえ。じゃあ、続きまして。そうだね。はい。ハンドルネーム、毛玉猫たまりさんからいただきました。はい。たまには贅沢に3個の卵を使ったオムライスを作りたいなと思い、うん、具とご飯を意気揚々と作った後、うん、卵がない絶望終わるぜすぐにスーパーに買いに行き、イエローゲージは免れました。あ、免れてんじゃねえか。あれ免れてんじゃねえか。免れてけようよ。よかったね。よかったね。よかったね。よかった。よかった、間に合って。もう全く本当に。間に合うでも、普通。だからあれですよね、ケチャップライス作って、そうです。そうですね。そうか、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 そうか。なるほどね。すごいな。こういうことって。これ、新井さん。いや。そうですね、僕買った肉が、賞味期限切れちゃったと思って、夏場で、捨てるの忘れちゃって、一週間後に、嗅いだら、すっげえ臭かったです。嗅いだらなんで嗅いだら全然違います、話。全然違います。違いますね。全然繋がないです、これ。新井さんのイエローゲージですよね。そうですね。すごい、なんか、最初甘い匂いがするなと思って。リアルすぎるいや、ほんとに、なんか、ほんとにじゃないよ。ふわって甘くて、なんだろうと思って、あっと思ってビニール袋開けたら、もうなんかいわゆる獣臭みたいなのがグワってきて、ブレーやめてくれよ。肉の腐ったのって本当に、ね、よくないっす。よくないっす、当たり前だよ。本当ですよ。とんでもないもんね。これ投稿すればよかったのかな。そうか。すみません。皆さん分かってます？イエローゲージ。突入してください。これ今回両者ともなんかめでたしめでたしパターンでしたね。イエローゲージ、免れましたって書いてどうすんの？入ってませんか？頼んますわ。ねえ。はい。番組お聞きのリスナーさんも、ソードアートオンラインの公式ホームページで開催されているクエストに参加してみてください。そんな話一個もしないじゃない随時更新されていくクエストを攻略すると、キャラクターのステータスが成長していくだけでなく、ポイントに合わせて現実世界で使用可能な特典がもらえます。クエスト気になった方はぜひアクセスしてください。気になった方ソードアートクエスト。そうだね。その説明一個も知らなかったもんね。確かに。そうです。でも、そのクエストの中でメールを読まれるっていうのが割と、ハードルが高いから、バンバン読んでいこうということになってるわけでございますので、はい、次回もバンバン読んでいきたいなと思っておりますので、どんどん送ってきてください。このコーナーでは、
プロモーションクエスト?に挑戦しているリスナーさんからのメールをお待ちしております。以上、アライアートオンラインでした。